危ない危ない危ない、びっくりする。ヒンナに騙されるな。魔法エネルギーは永遠ではない。魔法は星の命、いつか終わりがやってくる。まあちょっと現代にも刺さるものがあるから、ね、原発稼働させるかどうかみたいな。なんかポスター見てるこれ。ポスターこの人自体がポスターなのか、難しいよ。この人が読み上げてくれてんのかな。いやでもこういうところって、おいそこの男、なんだ死んだ兵か。めんどくさいから逃げる。足抜けちまえ。待てー、撃たれた撃たれた。 嘘だろ。めんどくさいから逃げる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 。まだあと2方向残ってるから大丈夫。おいやばいやばい、いやあと、あもう家の中走れ。あーっとスクラムスクラム、これは完全に囲い込まれた。残念だがお前らの相手をしてるほど暇じゃないんだよ。戯言をよし捉えろ。なんだ下に電車があって乗ってみちゃったりして。とこの等身じゃカッコつかないな。クラウドマジで大丈夫かこれ、頭ぶつけなかった今。へばりついた方がいいってこれ。なんか鶏をさ車のにひっつけて走ってる映像とかたまに見るけど、あれ どうなってんの。風当たりがさ、クラウドさん来なかったっすね。それはどうかな。バコン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 。あの野郎が金ももらわねえでいなくならなきゃねえだろ、クラウド。あなんか愛着持ってくれてる人いるっぽくない。助けたんです。じゃあその話してね、私の功績の話してよもっと。なあクラウドってさ、最後まで俺たちアバランチのために戦ってくれんのか。さあな、知らねえよ。お前たちが、お前らがもう少し頼りになれよ。あんな野郎雇わないでもいいんだわ。あ、ドンタコスさん、俺たちの給料、踏み倒してんの。いや、なんでもないっす。つく人間違えたな、踏み倒してるんだとしたら。後払いなんて一個も信用できないよね。カード会社以外でやっちゃダメなんだよ、友達とか。はい、入ってきたよ、ドーンと。ひざまずいてみたり。クラウド、クラウドさん、クラウド。ね、約束の時間に遅れたようだ。おい遅刻やろう、ずいぶんとハードなお出ましじゃねえか。ふっ、そうでもない普通だ。さっきまでこの人9人くらいに囲まれてました。めちゃくちゃ逃げ惑ってましたよこの人。心配させやがって勝手な野郎だ。あなんかこの人子供いるんでしょ。もう心配してくれたのか、ドラミング。何遅刻の分は報酬から引いたか。天引き、嘘だろこれ。制服代とかも抜かれんじゃないのかこのまま。場所変えるぞ、ついてこい。やめてよ、これ爆弾台とかさ、うちの経費から出てないの、私が設置したもんね、これ。ちょっとみんな、そこら辺の詳細どうなってるか、契約書見して誰か。クラウドは次の作戦も頑張るけど、みんなの契約ってどうなったの、みんなの契約体制見させて。いや、ちょっとついていけないかもしれない。ちょっと、危ないから閉めとくね。ああ、ありがとう。閉じ回り万全なの、俺は。あ、すいません、ありがとうございます。長女属性。やだ、クラウド、顔真っ黒。ふきふき、ふき。はい、出来上がり。大丈夫か、これ石器製塗られてないか、これ。ま、顔面真っ白。ねえ、マコロで助けてくれてありがとう。やっぱ人助け大事なんだよ、クラウド分かった？人助けときゃいいな。もの、これ社会で生きる上で、これ円滑にね、生きるね、タオル、これちょっと音でかくないですか？ちょっと待ってください。ミッドガル8番街ステーション発、最終列車。終点、スラム7番街列車。墓場前、墓場駅、到着予定時刻はミッドガル0時23分。終電？これ。あの0時23分に大体行くのか。じゃあ危ない危ない危ない。おお、なんだ、みんな逃げてく。まず、手が重機になってるから。うわ、やだな、こいつ。優先席にこういうやつ絶対座ってるからな。絶対仲間だと思われたくないわ。離れて座ろう。じゃあみんな逃げてった。これだから終電は参るよ。ああ。あ、やっぱ終電なんだ、これ。お兄さんたち大丈夫ですか、これ。レイツーみたいだな、これ。よく見たら。形が。子供じゃねえんだ、じっとしてろよ。大丈夫、あの奥に眠ってる人は。どっか行っちゃった。クラウド。よいしょと。僕夏みたいな飛び方するね。え、ここはオレンジだから、まあゆっくりしてけ。このおじじは？変なもん食ったかな、あのミッドから名物のプレートピザ。プレートピザとか。痛い痛い、すいません、私じゃないです。頼みますよ、他のお客様のご迷惑。あいつです、デカ座り。デカ座りしてんの、こいつですって、マジで。違います。あ、これ無賃で乗ってるでも、クラウド。まだ列車の非常警備体制には移行してないみたいだな。明日はそうはいかないだろうけどな。まあ、爆破しましたからね。アバランチで名を上げていつか俺だったっす。ちょっと、ちょ、ん？なんだ？俺今までずっと人生は脇役って感じで生きてきたっすよ。でもアバランチに入って星の生命を救えば、こんな俺でも色々と。ね。父肉林をこいつは享受するつもりだ。ねえ、クラウド一緒に見ない？ミッドガル列車線、路線図ディスプレイ。二人で見ればきっと楽しいと思うの。私説明してあげるね。鉄オタ？
私こういうの好きなのよ。爆弾とかモニター画面とか配属しか関係、あ、結構似てるかも。私もモニター画面大好き。私のモニター画面見て、でもたまごっち見せ合うみたいな感じで一緒にさ、モニター画面見せ合わないね。で見て見て、でうちのたまごっちござるっちじゃないんだよね。みんなござるっちになるっぽいけど、スケールはだいたい1万分の1ってとこかな。プレートに支えられてるのは中心の大きな支柱と各区画に建てられた柱、柱は機械塔とも呼ばれているわ。ヒサヒサ爆破した1番マコールが北の外れにあるの。そこから順番に2、3、8番マコールまで8つのマコールがミッドからの電力供給を支えているのよ。それぞれのマジンは名前もあったんだけど、ミッドからに住む人は誰も覚えちゃいないわ。名前なんかより番号で呼ぶの、そういうところなのよここは。ふーん、次はこれ、ほら見て、私たちが今乗ってる列車のルートがこれよ。プレートを支えている大きな、見えづらこれ。やっぱ無駄に最新技術をさ入れると、ちょっと待ってね。各通過ポイントには ID 検知エリアが設置されているの。乗客すべての身柄や何から全部新ラビルのホストコンピューターと連動してチェックされちゃうわけよ。ひそひそ、私たちはどう見たって不審人物だから偽の ID で通過してるの。え、みんな、私って何で登録されてる？私の ID マイナンバー的な。河野が黙っちゃねえぞこれ、こんなことしたらよ。おらおら河野がこれ怒ったぞこれ。暗くなるから時間が合えないよ。 ID 検知エリア守っちゃるで。まあそれはさておき、もうすぐ地上に帰れるってわけ。なんだかホッとするね。出れるかこれ。ああ、通った通った通った。これでいいんか。このさ不審人物のおっさんも ID 持ってんの？見ろよ、地上が見えてきたぜ。昼も夜もね、俺たちの間違いよ。ミッドからのプレートさえなけりゃな、でっけえ空が拝めんのにな。お、すげえ、なんだ。なんで抱擁してんの？なんこれ。空中に浮かぶ都市か。落ち着かない風景なの。クラウドってどこさんなの？はあ、あんたがそんな風に感じるとはな、意外だぜ。ここって何国なんだろうな。ヨーロッパ。上の世界プレート都市、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでいることだ。ディストピア的な。下の世界は今じゃ汚れた空気の溜まり場だ。ああ、下に充満しやすいみたいな話。おまけにマコールはどんどんエネルギーを食い上げてしまう。おかげで土地は枯れる一方だ。空気をきれいにする力もなくしまった。マジで花も咲かないのかな。どうしてみんな上映らないんだろう。さあな、金がないからだろ。いや、それとも上がる気力も。どんなに汚れていても地べたが好きなのかもな。あ、これがミッドカルジョーク。分かってるさ。好きで好きスラムに住んでる奴はいない。みんなこの列車と同じ敷かれたレベルには逆らえないんだ。どうして急に哲学思考。哲学思考キャラ多いな、FF は。お、金網の上走るんだ。大丈夫かこれ。あ、こうやって回ってってんのか。螺旋がどうこうとか言ってたな、そういや。あれ ?5 秒前の記憶ないのかこれ。あ、くっせえ、どこだぜ降り立ってもないのに。いや、なんかあの、レンガの置き方とかからしてわかるよ。これライトで、光りすぎてんもんな、これ電車の。めちゃくちゃ外暗くないこれ。街灯立ってるっぽいから、これだけまあマシだけど、これ民間だろ、絶対。これ国動いてないな、これは、この暗さじゃ。空気清浄とかこれどうやってやってんの？もうみんな、桃の思いに。楽しそうだね。3段も飛ばして、大の大人が。そんな地面に飛びつく。見てこれこれ、スコールは1段ずつ降りてたぞ。スコールじゃないですよね。ごめんごめんごめん。ごめんなさい。すいません。クラウドさんね。今回の作戦は成功だ。だがな、気を抜くなよ。本番はこれからだ。あんな爆発でビビんな。次はもっと派手にかますぞ。ハート。うえぇ。昭和のギャグ漫画だ。アジトの集合だ、行くぞ。はいはい。行けばいいんでしょ、行けば。アジトにさ、金払ってくんねえかな、早く。その金持ってよ、お姉ちゃんのとこ行こうぜ、どん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 よ。汚ねえ、土ばっかだ。コンクリートも流せねえのか、この土地はよ。先は立ち入り禁止なんですが、こんな感じでいいんでしょうか、先輩。もっと堂々とせんか。でも、まあ仲間には目もくれず好きな方向に行くよ。お、セーブポイントだ。これ変な、この、触手は何なんだ、この地面から生えてる。果てなま、おい、SE できよ、だから。SE の音絶対変えたいんだけど。なんで急に調子づいちゃうのこれ SE が。コーヒングで。ないねー。ボリューム設定あんじゃん。これがどっちも、どっちもどっちで音だろこれ。どうやったらわかんのこれ。ブレイバー。あー、レベルごとに分かれてんの。体型なんだこれ。ん
クラウドを動かして上にある丸い球をゴールまで運べみたいなことだ。あと5手しか動かせないみたいな。難しいよこれ。到底球が入る隙間じゃないのこれ。あ、こっちも動かせる。どこ行ったみんな。それみんなのとこに行こうとしたんだった。おー、バスターソード。運16、精神20、魔力25。力より魔力の方が高いんだ。もうそういう風に遺伝子組み換えされてるようにしか思えないけど。おっと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 。邪魔しないでくれよ。この柱がぶっ飛んだらこの世代も終わりだからな。まあ心配するだけ無駄だった。まあ見てみろ。いつ見てもどでかい柱だな。見上げられる？え？ん？これ自分がちっぽけな存在になっちゃうな。こんな宇宙が見つかった時以来の感動だこりゃ。でけっすね、この柱。いやー、実感させられますわ。我々人間がどんだけちっぽけかっつうのがよ。やっぱ日々精進していかんといけんと思いますわな、こんなんね。これいいですわ、これ素敵な観光地ですがな、これ。空からちゃんいいんじゃねえの、これ。移住してくんじゃねえのか、あいつも金なくなったら、この空からたまによ。何を見てきてもいいぞ、こう兄弟。あ、ごめんなさい。それで行きます。ごめんなさい。ついつい高い建物に目がなくて。え、なんだー銃撃戦が。おー、すごいすごい。メキシカンだね。お、なんだなんだなんだ。ごちゃついとんな。まあ、これがスラムか。洗礼受けてんね、うちらも。バカス、バカス、すげえ、バロンちゃん、かっこいい。英雄でや。ねえねえ、知ってる？興味ないね。あっそ。こういうもんだからな、お前が名言だと思ってるものは。あげないでよ。帰ってちょうだい。もう、傍観だと思われてる。よし、先に入ってろ。おい、来るぞ、これ。FF7 の美女来るんと違います、父ちゃん。ああ。これ。来た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 ヒロイン来たヒロイン来た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 すいません。私です。クラウドです。七頭身の姿見せてください。お帰りなさい、クラウド。作戦は甘く見たみたいね。これどういうな、え、親帰ってきた。ちょ、お、親帰ってきた。ちょ、せっかく来たのに。どんたこそは喧嘩しなかった。我慢した。理性的な男だからね。クラウドも大人になったのね。子供の頃はすぐ喧嘩だった。ちょっとやめてよ。幼馴染みじゃん。ティファはティファでいいってマジで。もうあんま女の子の名前をいじりたくないんだよな。これいいじゃん、可愛いんだから。いや、でも、名前つけていいんだったら名前つけたいな。これ難しいとこだな。私はティファっていうかカノン顔だなって思ったけど。ティファでいいか。あんま字が出したくないな。決まってんだから。よかった、みんな無事で。いえいえ。クラウドごめんね、マリン照れちゃってるみたい。いや、大体そうだよね。小学3、4年生くらいの女の子って。いや、すいませんね。怖いでしょ。こんな鋭利なさ、前髪作っちゃってさ。怖いよね。理解できないな。マンバメイクと同じだから、このクラウドの触手はさ。仕事の後の一杯は誰だ。ヒック、クラウドさんも一つどうですね。そうだな。もらおうか。鋭利がこれがいいじゃねえか。もっとソルジャーでもここじゃおめえは新人だ。新人とっちゃ先輩の言うことは絶対だからな。怖い。この施設怖いよ。ティバちゃんの料理って美味しいっすね。ペキペキ。でも聞いてくれます？お前の話なんて。興味ないね。クラウドさん。いや、なんでもないっす。飲み込むな。うかつ、なんだかドキドキしてる。なぜなの？恋やで。恋じゃよ！恋！恋じゃよ！いて、ぶわぁ。座ってる机の上に、お行儀よく、なんだ女優座りしてるんだけどね。なんか最近思ったんだけどさ、声優の生配信とか、ちょっと音でけえな、これ。親が言ってきたから、ちょっと大声出せないんだけど。声優の生配信とかさ、特に馬娘とかなんかそういう女性声優がたくさん出てる生配信とか見てるとさ、やっぱみんなもう座り方統一されてるよね。もう怖いくらい。まあ、足ちょっと斜めにしてみたいなさ、膝と膝合わせてさ、斜めにしてみたいな、両手はさ、手、なんか膝の上でみたいなさ。いやもう、あれ怖いよな、もう。軍国だろ、軍国。おめえら、会議を始めるぞ。お肩乗せてる。ピンボールしていいの？おいそうだ、お前、ソルジャーといえ、その身体能力はないよ。帰ってきた。大丈夫？挟まってないか、あいつら。でも上に上がってこないとおかしいだろ、これ。構造的に。いや、ティファちゃんどうする？一緒行こうよ。ティファちゃん一杯。どうぞ、座って。よーし、じゃあ、カルピス濃いめで。ねえ、何か飲む？きついのくれないか。待ってて、今作るから。え、なんかあれない？これ。なんだっけ？カルーアミルクのボトルみたいなない？これ。中央の右らへんに黄色いさ、黄色基調としたラベルにさ、赤文字で書いてあるけど。なんだかほっとした。クラウドが無事戻ってきて。
急にどうした、あの程度の仕事なんでもないとか。そうね、クラウドソルジャーになったもんね。今回の報酬なんだけど、ドンタコスからもらってね。そうするよ、報酬もらえばまたお別れだな。文通しよう、住所教えて。ねえクラウド、気分はどう？普通さ、どうしてそんなことを聞く。なんか持ったのか。うん、なんでもない、ただ疲れてないのかなって。いやどうかな、みんなのところに行ってあげて。いやティバちゃんも一緒に行かなくていいの、みんなのところに行ってあげて。いやそうは言えどもさ、みんなのところに行ってあげて。でもみんなっつうのはティバちゃんも入ってるとみんなで行って。いやなんかみんなっつってさ、二人しか刺さないみたいな時あるけど、みんなと行って行って。でもみんなってティバちゃんも入ってると思うでしょ。みんなのところに行って、だってこれ8人くらいのグループなんじゃ。みんなのところに行ってあげて、みんなのところに行くよじゃん。そんな言うんだったら行く。気遣い下手だなこれ。こりゃ点数低いな、31点。こんな人収容してるなんて。おいクラウドさんに聞きたいことがあるんだ。今日俺たちが戦った相手にソルジャーはいたのか。小物しかいなかったけど。いやいなかった、それは確実だ。ずいぶんと自信たっぷりじゃねえか。ガッ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 。もしソルジャーと戦っていたら、あんたたちが生きているはずないからな。自分がまたソルジャーだからって偉そうに言うんじゃねえよ。いや、元ソルジャーだからこそここは断言しなければいけない。ああ、でもスマブラ上スマッシュ決まった時みたいになってたけど、確かにお前は強い。おそらくソルジャーってのはみんな強いんだろうさ。でもなあ、お前は反乱、おやおやふらおやふら、反乱組織アバランチに雇われてるみたい。神羅の肩を持つんじゃねえ。神羅の肩を持つ、俺はあんたの質問に答えただけだ。このわだかまりは解消できんのかね。俺は上で待ってる、報酬の話がしたい。もう金もらったら速攻帰るから。待ってクラウド、ティファそんなやつ放っておけ。どうやらシンナに未練タラタラらしいからな。黙れ。俺はシンナにもソルジャーにも未練はない。そして一匹狼になったのだ。でも勘違いするな、星の命にもお前たちアバランチの活動にも興味はない。何事にも興味関心がない、みんなに謝っておくね。いや帰ってくる気ねえからよ。アバランチとなる組織から反抗声明が出ます。声明によるとアバランチは今後も同様のテロを続けることを予告した。すいません、なんかマシンガンみたいな音が左下の方から。しかしミッドガルの市民の皆さん、安心してください。ドゥン、我々シンナカンパニーはこのような暴力から皆さんを守るためにソルジャーの投入を決定しました。これで俺にて解散。父ちゃんかっこいい。最後の直進に入ってるの、これ最後の直線入った時のやつ。クルッと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 、何連撃、これ1秒で何連撃マジで。これ1でしょ、1だから 8回くらい打ってんじゃないのこれ。これ名人だぜこれ、名誉会長だなこれ、ボクシング会議の。ドゥドゥル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 、下追いつかないもん私の。私の多分巻き舌のこの巻いてる時と同じ秒数だと思う、回数だと思う。クラウドさん、興味ないとか言いながら俺に話しかけてる。ホンダは友達欲しいんすよね。やっぱり興味ない、ひどいな、冷たいな。トゥットクルットルクルットクルットゼットトゥクルットトゥットクルットトゥット報酬。あ、参ったわ、確か高額って約束よね。まあいいか、口約束し、さ計算しなくちゃ。やだクラウド聞こえちゃったかしら。経理なんだジェシーさん、帰りまーす。危なくねこれ、ポールとかも立ってないのかこれ。微振動で絶対揺れちゃうよな、先行っちゃうけどいいのこれ。あーティファちゃん、あティファさん、クラウドお願い力を貸して。ティファ悪いけどさ、星が病んでるの、このままじゃ死んじゃう、誰かが何とかしなくちゃならないの。どんたこすたちが何とかすんだろ、俺には関係ないさ。そう関係ねえし興味ねえんだ。あー本当に行っちゃうんだ、可愛い幼足のためも聞かずに行っちゃうんだ。ん？よく言うぜ。約束も忘れちゃったんだ。やばいぞやばいぞ、お前思い出せ思い出せ、やばい、修羅場すぎるこれ。約束？やばいお前、やっぱり忘れてる。刻んどけよお前太ももあたりに。思い出してクラウド、あれは7年前よ。囁かれてる。なんだ？幼き日の思い出これ。だいぶ成熟してんな7年前のありに。ほら村の給水と、みんな早熟タイプだったのか。大器晩成、大器晩成型ではないということか。ん？だとしたらこれまずくないか今後。ん？なんだ？ああ、あの時か。ん？違うな、これ今だな。ちょ、難しいって。ティファなかなか来なくてちょっと寒かったな。
あ、みんならなんか羊座流星群みたいなやつ見たの。お牛座流星群とかなんかそういうやつ。お、やっぱちっちゃいな、これ。お待たせ。これいいムードだよ、これ。水色のワンピースは本番の時にしか着ないぞ、これ。勝負ワンピース着てるかな、これ。組んでやれよ、これ。ちっちゃい時とは言えど。何話があるって。おい、え、お前が呼び出したの。俺春になったら村を出てビットから行くよ。なぬ、男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。もう出兵だからね。やっぱ出稼ぎしないといけないから、もう都に行かないと。もうこんなところじゃもうね、飢え死ぬだけだから。羊の面倒見て牛から乳絞ってじゃない、やることなさすぎんね。豚芝居で鶏から卵を押収してよ。俺はみんなと違う、ただ仕事を探すだけじゃない、環境美化にも努めようと思っているよ。このね、コンビニ行って余った小銭を全部ユニセフにね、募金するんだ。俺ソルジャーになりたいんだ。そう、ソルジャーになってな、金をこうたくさん集めてね。もうあれよ、札しか持ち上げない。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。出たで、セフィロス。栄養セフィロスか。なんか大御所なんでしょ、セフィロスって。 FF7 で小林幸子みたいな感じ。あ、でも確かにでっけえ羽つけてたから、小林幸子ルートかもしれない。え、案外言えてみようじゃないね。どう思う、ね、ティファちゃんどう思う。ソルジャーになるのって難しいんでしょ。それじゃあ入所試験が、これしばらくの間村には戻りない、きっと入寮しちゃうからね。絶対ソルジャーとか寮生だよね。でも自衛隊みたいな感じなんでしょ。2、3年は帰れないな。ん、なんだ。でも基地に会いに来てよ。正面から突破したら絶対会えるよ。大活躍したら新聞にも載るかな。切り抜いてくれ、頑張るよ。ねえ、約束しない。ちょっと部屋暑くない？ちょっと待って、部屋暑いわ。ちょっとありえないくらい暑い。ちょっと待って、レポつけよう。ちょ、音入るかもしんないけどいいわ。あのね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたら、クラウド私を助けに来てね。はあ？そんなに？カーテンも閉めちゃう。私がピンチの時にヒーローが現れて助けてくれるの、一度くらい経験したいじゃない。今から馬の免許を取んないと。はあ？いいじゃないのよ、約束しなさい。うむ、わかった、約束するよ。うむ。2、3回うなずいたから、これは本当だな。2つ返事ではなかったものの、キラーン。そんな約束あったんだ。思い出してくれたみたいね、約束。超年波によって俺は英雄でも有名でもない。あーと、お姉ちゃん約束は守れない。でも子供の頃の夢は実現したでしょ。ちゃんとするじゃになったんだもん。てーてー、頑張ってみました。やだな、こんなやつ。だからね、今度こそ約束を果たす時が来た。自力で来たぜ、これ。右手に女の子掴んでるかもしれん、そのゴリラ。おい、ちょっと待て、ソルジャーさん言うよ。なんだね、約束は約束だからな。さて、エアコン入った。本気の風当たるぞ、これ。約束は約束だからな。ほら、金だ。いて、おい、1ドル、これ。あ、1500ギル手に入れた。日本の円がよ、こんなしけた報酬冗談じゃないな。え、それじゃ次のミッションあるのか。倍額の3000で受けてやってもいい。なんだと。いいからいいから、ひそひそ。人手に困ってるのが本音でしょ。うくそ、残りの破足りはマリンの学費だぞ。手つけたくねえ。2000だ。あれやってないの、あの学資保険みたいなやつなかったっけ。あれローンみたいなさ、あれなんて言うんだっけね、あれなんて言うんだっけね、あの子供用のさ、学費ローンみたいなやつ調べよう。子供、学費、積み立て、積み立てNISAみたいなやつ。